今日のパチシューのゲーム屋さんは、学校に盗撮犯が現れた。やっぱり狙われたのは可愛いシエル。可愛いパチシューも狙われた。二人で協力して犯人を捕まえろ。皆さんどうもパチシューです。じゃあ、キャー、なになに、どうしたの。パチくん、何、なんかやんのかと思って。やらないよ、挨拶してるだけで。俺はこの銀の盾に今いつまでも執着してるんだよ。そっか、早く金の盾欲しいな。いや、ほんと早く金の盾欲しい。金の盾が欲しいから、みんな高評価とコメントで俺らのことを応援してね。あと2万5000人で行くから。いや、まだ全然だよ。なんで嘘つくんだよ。皆さんどうもシエルです。じゃ、まだ全然だよ。ところでさ、シエル、今日さ、学校の屋上にプールができたらしいんだよ。え、本当に？うん、行こうよ。プールの授業始まっちゃうんだ。うん、泳げないんだった。泳げないんだった。いや、シエル、学校の授業のプールは何であるか知ってる？溺れないため。そう、何かあった時に溺れないために授業があるんです。つまり授業をサボっちゃダメなの。行くよ。行くよ。お腹痛い。嘘つくなよ。急にその小学生の嘘つくな。行くよ、プール。お腹痛い。大丈夫、足つくんだから。お母さん、連絡帳に書いて。うわー、シエル、プールできてるね。うん、すごい。うわ、すごい、ちゃんと見て見て。うわー、すごいね、シエル。すごいね。いや、なんだよ。てか、まだ入っちゃダメだよ、シエル。私ここにいる。いや、ダメだよ、ダメ。ちゃんと、ちゃんと泳ぐんだから。足届くから、足届くから。届かんよ、絶対。水浴びと一緒だから大丈夫、大丈夫。楽しいんだから、プールは。あ、でもさ、着替えないといけないから。更衣室も新しくできたみたいだから、更衣室行こう。行こう。女子更衣室。あ、こっちが女子更衣室。じゃあこっちが男子更衣室か。よし、じゃあ着替えたら俺先に行ってるね。うん。よし、じゃあここの洋服入れ使おう。よーし、着替え終わった。よーし、プールで泳ごう。楽しみだな、プール。よーし、プールで泳ごう。あ、ちょっと準備体操してからにしないと。1、2、3、4、 OK。 よし、行くぞ。うわー、ぶちぶち、なんだなんだなんだ。え、今シエルの叫び声聞こえなかった？ちょっと待って、行かないと。よいしょ、シエル。え、まだ着替えで出てきてないよね、シエル。シエル、え、返事ない。怪我してないかな。シエル、開けるよ。あー、シエル、大丈夫なの。キャー。あー、ごめんごめんごめん。いや、着替えてないなら言ってよ。着替え終わった、シエル？大丈夫、もう着替えたよね。よいしょ。着替えた。うん、はい、入るよ。あー、ね、なんで着替えてんの。なんで着替えてないんだよ。ごめんだけど。いや、ごめんだけど、なんで着替えてないの。もう着替えた？着替えたのね。入るよ。いや、使えな。もういいよ、それで。やった。じゃあ早く着替えてくれる？もう。なんだよ、こっちが恥ずかしい気分になるの。なんなの。シエル、開けるよ。あ、着替え終わってる。え、何があったの。叫び声聞こえたから来たんだけど。盗撮された。盗撮？うん。着替えてるところ、黒ずくめの人がカメラ向けてこっち見てた。え、嘘でしょ。ちょっと待って、追っかけてくる。どっち行った、わかる、わかんないか。左、左、こっちね。ちょっと待って、見てくるから。いや、こんな学校に盗撮犯なんて最低なやつだな。ちょっと追いかけないと。うわー、くそー、ダメだ、逃げられちゃったかな。一回戻ろう、シエル。ダメだった、追いつかなかったよ。全然見えなかった。そっか、怖いね。もうプール入る気ないんだね、もう。もう怖いから。入りたくないだけだろ。もう怖いから、今日はもう先生に言ってね、中止やね。みんなにも気をつけるように言わないとね。怖いから。もう今日は帰ろう。じゃあ、うん、シエル、シエル、遊ぼう。あれ、どこ行ったの、シエル。シエル、あ、いない。あれ、どこだ、シエル。シエル、どこ行ったの。シエル。何やってんの。こんなところで隠れんぼ。うん、いやいや、気持ち悪いな、隠れ方が。分かんなかったでしょ。いや、分かんなかったけど。シエル、あのさ、プール行こうよ、プール。あのさ、心配でしょ、盗撮されんの。もう隠れんぼいいから、隠れんぼいいから。無理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 。ちょっと待って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 。俺がちゃんと更衣室の前で見張っといてあげるから、そしたら大丈夫じゃん。で、プールで遊ぼう。浮き輪も持ってくから。本当？うん、うん、分かった、行こう行こう。よし、シエル、今日さ、もうなんなら俺が犯人捕まえてあげるよ、盗撮犯。本当に？じゃあ女
飛行室で着替えたらいいんじゃない。いやそれは危なすぎるだろう。それはできないでしょ。できないか。今桜子ちゃんの声じゃない？シエロ行ってみよう。なになに、帰るよ。あ、女だからいいか。あ、どうしたの桜子ちゃん、何があったの？盗撮された。盗撮？まただシエロ犯人。どうする。でも今から追っかけてももう間に合わないしな。そうだ、いい考えがある。何？俺がおとりになるよ。うんうん、着替えるから助走する。ちょっと待って。でも、え、どうしたの？見たくない。あ、女装をね。それはちょっと桜子ちゃんの夢を壊しちゃうかもしれないけどね、シエル。夢とか何もねえよ。早く着替えろよ。分かったよ、今着替えるよ。着替えだよ。な、終えて。大丈夫、これで。いや、て、そんなに、いや、可愛いでしょ。じゃあこれで、俺ちょっと街を一周してくるから。なんて言って？え、今から私、プールに入りますって言ってくるから。引っかからないだろう。わかんないじゃん、引っかかるかもしれないじゃん。これぐらいやんないと。いや、シエルンをおとりに使うことはやっぱりできないし、桜子ちゃんをおとりに使うことはできないから、ここは俺が行くしかないんでしょうが。かわいい。俺剣道を祈ります。何その言い方。え、かわいいよね、かわいいよね。頑張ってください。ああ早く行って。なんでよ。じゃあちょっと行ってくるね、シエルン。ファイトー。よーし、じゃあこれで街中一周するか。よーし、私今からプールに入ろうかな。学校のプールにでも入ろうかな。学校のプールにでも入ろうかな。よし、こんなもんでいいでしょう。よし、シエルン、呼びかけてきてよ。効果あるといいね。あるよ、こんな可愛いんだから。よし、じゃあシエルンさん、何かあった時のためにこの男子更衣室に入っといてくれる？喜んで。誰も入ってこないからね。うん、じゃあここで着替えて、わざと見やすいところで着替えておくか。ここら辺がいいかな。よし、じゃあこれで着替えたら来るかな。どうだろうな。だって着替えようかしら。こんな感じでここで、あ、ちょっと恥ずかしいな。そろそろ来る。シエルン、シエルン、犯人だぞ。早く早く追いかけろ。やだ、どこの誰。いや、なんでそっちがオカマになってるかよくわかんないんだけど。やだやだやだ、もう何してくれてんの。やだ。いや、俺のセリフだよ、早く追っかけよう。待ちなさい。なんでずっとオカマなのそっちが。やだもん。シェルン、ちょっと待ってて。あいつの隠れ家を突き止めよう。ちょっとだけ距離を置いて追われてないように。あの家、あの家が犯人の家なんだ。わあ、もう見つけちゃったじゃん。よし、これで逮捕できるぞ。シェルン、うん、いい考えがあるんだけど。うん、何何。普通に逮捕してももしかしたらまた逃げられちゃうかもしれないから、今回はいい作戦がある。何。ついてきて。よし、完璧だね。うん、気持ちいい、気持ちいいけど。よかったよかった。よしよし、けど。何何けど。何。結局私がおとりじゃん。まあまあ、最後ぐらいしょうがないでしょ。なんだよ最後ぐらいって。これで捕まえられるんだから。なんで、この間はさ、シエルンをおとりにするわけにはいかないって言ってたじゃん。だってしょうがないじゃん、背中が俺男なんだから。この背中で誰も来ないから。確かにしょうがないでしょ、かろうじてシエルンの背中は女の子なんだから。へん。で、シエルン、うん、このレバーちょっと引いてみて。い、見て。ん、ここに落とし穴を作ったから、ギリギリまで誘い出してシエルン鼻歌歌っててよ。分かった。で、俺が隠れてここら辺で見とくから、こうやって、うんうんうん、で、犯人がちょうどもうギリギリまでもう近くで撮りたいってなってここに来たら、このレバーを引けば落ちるから、うん、分かった。このレバーを引いたら落ちるんだ。そう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 、うんうん、なんで今引くの。やってみらんと分からん。おい、おい、あ、やってみらんと分からんと思って。いやいや、いいから早く上げてよ。じゃあシエルン、犯人が来るのを待とう。任せらび。大丈夫かな。いゆだなバナナ。来た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 。いゆだなバナナ。来たぞバナナ。天井から。よかった、水着着てて。でも盗撮気持ち悪いな、あいつ。歌も気持ち悪いな。幸せだなバナナ。いいバナナ。もうちょっと、もうちょっと近く行け。バナナ。もうちょっと。シエルン、今だよ。いいよせいい。よし、捕まえた。捕まえた。シエルン、犯人の顔を拝もうよ。え、え、え、
女の子。なんでそんな盗撮なんてしたの？なんで？女の子だと思わなかった。事情を聞くために上にあげようか。うん、いや普通に女の子だ。本当に女の子だ。いや写真向けない、カメラ向けない。ちょカメラこっちによこして、カメラはこっちによこして。よし、なんでそんなことしたの？私印刷しようとしてない？盗撮した写真ダメだよ。ダメだぞ。いやしてないね、してない。うん、子供の頃に盗撮された写真ばらまかれて、それでいじめられるようになったの。子供の時にってこと？ひどいやつだな。やっぱ盗撮犯ってすごいひどいやつだな。そのトラウマを消すかのように気づいたら私自身が盗撮をしてて。でもそれって、君と同じ思いをする子を産んじゃうじゃん。そうだよ、同じ苦しみわかるはずなのに、なんでそんな同じことしちゃうの？可愛い女の子を見ると私と同じ思いをすればいいと思ってしまって。なるほどね。間違ってました、自首します。そうだね、それがいいよ。トラウマはでもかわいそうだけどさ、でも悪いことは悪いことだから、やっぱ警察に捕まって罪をね、ちゃんと償って、うん、警察から出てきたらいっぱい遊ぼうよ。そうだね、ありがとう。みんなこの女の子のためにコメントと高評価で応援してあげて。どうしたどうしたどうしたの、教えろ。かわいい女の子を見ると撮っちゃうね。うん、まあそうって言ってたよ。私撮られたよね。まあそうだね。私のことも可愛いって思ってるってことだよね。嬉しい。いや撮ってないよ。撮ってないって、シエルのことは撮ってないって。いやいや、でもあなたじゃないからターゲット。オーマイガー、シエルのこと撮ってないんだってさ。残念だったね、可愛いじゃないんだ。なんでだよ、盗撮されてなくてすごく悲しいのなんて人生で初めてだよ。いやでも盗撮は悪いことだからね、本当に。ごめんなさい。大丈夫大丈夫、トラウマ乗り越えよう。そうだ ね、俺らで乗り越えよう、はい、協力するから。ありがとうございます。とりあえず警察に行こう。うん、行きます。古典楽しんでくれてますか？いやどれも立派な写真ばかりで素晴らしい古典ですの。特にこの写真すごく綺麗な一枚だ。そうですよね、私の運命を大きく変えてくださった恩人の写真です。おお素晴らしいの、これからも綺麗な写真をいっぱい撮ってください。はい。動画を最後まで見てくれてありがとう。ここで動画のクイズです。動画の中でシエルンがふざけて隠れていたところはどこでしょう？答えが分かった子はコメント欄で教えてね。コメント読みのコーナー、パチパチパチ。暑いの嫌いだって。暑いの嫌いだよね。でもシエルは寒いのも大嫌い。俺は暑い方が苦手かな。やっぱ春と秋だよね。そうだね。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。